皆様こんにちは、ペルシアンと申します。今回は2020プロ野球チップス第2弾の開封動画第14回目でございます。ずいぶんねやってなかったんですけどね、今回ね久しぶりにねプロ野球チップスカードの開封動画をやりますのでね、今回もぜひねあのラッキーカードやねあの白菜カードを目指してね頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速ね、開封したいと思います。今日はね5袋買いました。それじゃあ行きます。まずね1袋目開けたいと思います。キラーカード出ましたね、北海道日本ハムファイターズの中田翔選手ですね。で千葉ロッテマリーンズのブランドネアード内野手でございます。元ファイターズでございます。続いてね2袋目開けたいと思います。いきます。福岡ソフトバンクホークスの、和田剛投手でございます。埼玉西武ライオンズの木村文和、外野手でございます。続いてね3袋目開けたいと思います。横浜 DeNA ベイターズの、大和内野手でございます。千葉ロッテマリーンズの角中、勝也、これは外野手でございます。続いてね4袋目開きたいと思います。アベレージカード出ましたね。埼玉西武ライオンズの森友哉捕手でございます。でもう一枚は阪神タイガースの木浪聖也、内野手でございます。でラストの5袋目開けたいと思います。読売ジャイアンツの、吉川尚輝、内野手でございます。もう1枚は、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希、投手でございました。以上でございます。今回久しぶりにね、プロ野球チップスカードを開封動画上げたんですけど、今回はなかなかね、白サインカードやラッキーカードが出なくてね、ちょっと残念です。ですがねこれにくじけてね、頑張っていきたいと思いますので、また、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。